こんにちは、今日はですね、キウイ、トマト、リンゴの素早い皮の剥き方を紹介したいと思います。まずはキウイ、スプーンを使います。最初にキウイの両端を切り落とします。そしてですね、スプーンを入れます。よいしょ、ぐっと回して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 、きれいに、これた、こんな感じですね。次はトマトです。後ろの部分をバッテンに切り込みを入れて、そしてこれをですね、お湯の中に入れます。15秒ほどで大丈夫です。2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、はい、お湯から出しまして氷水につける。取り出しまして、いきます。おー、こちらもですね、スルリと簡単に剥くことができます。最後はリンゴ、粉ですね、金属の棒を刺して一気に剥きます。はい、こんな感じですね、リンゴもきれいに剥くことができます。ぜひ試してみてください。それではまた。